到着しましたね。あ、おはようございます。おはようございます。はい、今こちら小金井市役所に到着いたしました。本日6月14日、10時より小金井市市議会で、委員会の方で私が提出した陳情書の審査が行われます。そこで私の陳情の説明15分間いただきました。沖縄の人々を先住民族とした、国連の勧告の撤回を求める意見書の採択を求める、陳情です。誰が沖縄県民を先住民族にしたのか、そして、その仕組みが日本の民主主義、議会制民主主義にどのような影響を与えるのか、小金井市議会でもこれは一言ではない大変なことが今実は日本で起きてるんですよということをできるだけ分かりやすく説明をしようと思っております。まあ、どこまで、話が通じるか分かりませんが、全力を尽くしますので皆様応援をお願いいたします。はい、じゃあ向かいましょう。はい、内容は請願陳情者発言記録を作成し、ご承知おきくださるようお願いいたし、発言された全文が委員会記録とともに公開されますので、ご承知おきくださるようお願いします。従いまして、個人のプライバシーを犯す恐れや、個人の尊厳を傷つけるような発言をしないよう十分ご配慮をお願いいたします。そのような発言がなされた場合は、発言を制止し、記録を削除、訂正することもありますので、あらかじめご承知おきください。なお、発言時間は15分以内となっておりますので、お願いいたします。発言者は、川越市一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム理事長中村悟さんです。ではどうぞ。はい、おはようございます。はい、一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムの中村悟と申します。この度は、このような発言の機会をいただきましたこと、小金井市長および、小金井市議会の議員の皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございます。まずこちらに委員にこの陳情書付託するにあたりまして、おそらくなぜ沖縄のことを小金井市議会で、扱わないといけないんだというような声もあったのではないかなというふうに推測いたします。本日はこれから10分間いただきましたので、この問題に関して解説を、陳情説明をさせていただくんですけれども、議員の皆様そして市長もぜひ、この問題、今日私が皆様にお伝えしたいのは沖縄、この問題は沖縄だけの問題ではなく日本全体の問題であると、そしてなおかつこのような議会制民主主義のこの議会、この議会制度を大きく犯す危険性のある問題だということをお伝えしたいと思っておりますので、私のお話を聞きながら誰が沖縄の人々を先住民族だというように国連に思わせるのか、そしてこの問題がもし私たち日本国民が黙っていると10年後、20年後、100年後の日本はどうなるのかイメージしながらお聞きいただければというふうに思います。まず、こちらご覧いただきたいんですけれども、沖縄県民は先住民族であるという勧告、私も全く知りませんでしたし、知って沖縄選出の国会議員、県議会議員にこんな勧告出てるんだよとお伝えしたときに、誰一人として沖縄の人々が先住民族だという国連から勧告が出てるということを知りませんでした。2008年に初めてこのような勧告が出されました。国内法によってアイヌの人々、琉球沖縄の人々を先住民族として明確に認め、彼らの文化遺産及び伝統的生活様式を保護し、保存し、促進し、彼らの土地の権利を認めるべきだ。通常の教育過程にアイヌの人々および琉球の人々の文化歴史を含めるべきだと、このような勧告が出されたわけです。では沖縄で私たち沖縄の人々を先住民族と認めてくれという声が議会に上がったことがあるか、そのようなデモが起こったことがあるか、それまずないわけですね。普通国連でこのような勧告が出るというときには、その地元の方々が強く要請をして
そして火を吹くような議論を交わして、沖縄の人々は俺たちは先住民族なんだと、日本政府はなぜ認めないんだというようなニュースが新聞の一面、テレビ、そういったものが報道されて、それが東京の方にも飛び火をして、国会で議論をして、そして東京にも、この小金井市にもおそらく沖縄県出身者の方々は多くいらっしゃると思います。そのような方々が、俺たちは日本人だと、何を言っているんだと、もしくは一部の人たちは、いや、俺たちはもしかしたら先住民族かもしれないというような、そういう議論があって、そして、先住民族だという方の声が大きくなって、それでも日本政府は先住民族だと認めないと、そのような時に初めて出される勧告が、私たち沖縄出身者、そして海外にも沖縄の方々は多く住んでおりますけれども、ネットでこんな勧告出されているの知ってますかと、アメリカ在住の沖縄県出身者に聞いても、って驚くわけです。で、当然日本政府はこの勧告を拒否しました。ただしこの2008年の勧告の時には、アイヌの人々は先住民族だと初めて認めて、日本政府に公式に先住民族というものが存在するようになったのは、この2008年の勧告の直後であります。日本政府は否定をしましたが、じゃあ国連がもし、じゃあ分かったと、これ間違いだったら取り下げるかと言ったら、そういうことはないわけです。また2010年、今度は人種差別撤廃委員会で勧告が出されました。委員会は、沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的、社会的および文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的見識の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する。この特別報告者って誰なのか、私たちは沖縄県出身者、沖縄県人は全くわからないです。無沖縄県民の意思を無視してまた出されました。そしてまた4年後、2014年、この時にまた出されます。締約国日本は法制を改正し、アイヌ、琉球及び沖縄のコミュニティの伝統的な土地及び天然資源に対する権利を十分保障するためのさらなる措置を取るべきである。これ、この勧告どういう意味だか分かりますでしょうか。土地、天然資源、尖閣油田、沖縄にはレアメタルという貴重な資源もあるというふうに言われております。これ日本政府が勝手に採掘とかできなくなると、これは琉球人のものであると、琉球人の許可を取らなければならないよというような、そういう権利をちゃんと表明するような法律を変えてまで先住民族の土地の権利を守りなさいと、このような勧告を出したわけです。ただそれだけではありません。土地の権利となると、今沖縄米軍基地問題、いろいろ大騒がせになっておりますけれども、沖縄の人たちが米軍基地は出ていけと言えば、米軍は出ていかなければならないと。本来、米軍基地、私も将来的にはない、沖縄にはない方がいいと思ってはいるんですけれども、まあ、安全保障の国の専権事項ですけれども、これを琉球という先住民族の権利にしろということを国連が勧告を出したわけであります。それだけではなく、自衛隊もいらないと言えば出ていけということになるわけです。さらに国連の人権宣言の30条では、軍事活動は基本的に先住民族の土地では基本的にやっちゃいけないと。どうしてもやる場合は先住民族と話し合って効果的な調整をして、それから軍事基地を置きなさいというふうになっております。国連の人権宣言の30条、これを根拠に、琉球の人たちは沖縄の軍事基地を自衛隊、米軍すべて撤去せるというようなことができると。いうような法律を作りなさいという勧告が出たということです。そしてまた2014年にももう一度出ました。この頃になりますと、私もこのままでは危ないというふうに思いまして、これバカらしい話なんですけれども、自腹で国連に行って、スピーチをしてまいりました。去年の8月で、あります。で、この時には私は陳情書にも書いておきますけれども、沖縄に生まれた全ての人々は、日本人として生まれて日本語で会話をし、日本語で仕事をし、夢自分を先住民族だと思ったことがありませんと、どのような経緯でこのような誤解をしたのか、国連の方でちゃんと調べて、二度とこのような間違いを犯さないように対応をお願いをしますと。それに合わせまして、沖縄の人々は、沖縄の人、沖縄県人は日本人だという学術的な DNA ですとか文化ですとか
すべて日本人なんだと、言葉が違うのは離れているけれども、これも古い語なんだと、そういった根拠を示して、国連でいう先住民族の根拠、これを調べると、自己認識だっていうんですね。DNA と何でもない、自己認識。自己認識で先住民族が決まるという、はっきりした定義がないんです。先住民だと言えば先住民だというので、じゃあ先住民族じゃないという証明をしなければならないと思いまして、沖縄の議会にも行って、こんな勧告が出てるんだと、これ危ないんだと、なんとか意見書を採択してくれと、何度も何度も説明をして、最初皆さんは信じませんよ。こんなバカな勧告なんか、正義の味方の国連が出すわけないじゃないかと思ってるんですけど、いや、本当に出てるんだよと、何度も何度も説明をして、でも俺たちは日本人だし、世の中で日本人通用性をこんなの信じる人いないじゃないかと、いう人もいるんですけども、そうじゃないんだよと何度も説得をして、宜野湾市、豊見城市、石垣市、それから、本部長、こういったところから意見書の、この勧告を、撤退を求める意見書を採択いただきました。このような勧告を手土産に、国連に私は行って、このスピーチをしたんですけれども、また戻りますけれども、その直後の対日審査では、再び、韓国が出たわけです。私はこれには大きな衝撃を受けまして、これだけ俺たちが日本人だという日本での常識を国連にいくら訴えても通用しないんだと。じゃあ誰が沖縄の人たちは先住民族だと国連に訴えているのか、私はいろいろ調べました。これは沖縄にある団体ではありません。東京都中央区に本拠地を持つ反差別国際運動、この名前皆様ぜひ覚えてください。反差別国際運動、私もなど私たちの許可をなく、勝手に国連先住民だと言いに行ったかと言って、その拠点に行きましたが、そこはプラカイ報道名中央本部でした。このホームページにはこのように書いております。日本にも人種差別があります。その影響を受けているのは部落、アイヌ、琉球、沖縄の人々、ここ書いてあるわけです。こんなこと書いてるっていうのは沖縄の人知りません。世界中の沖縄の人は知りません。何の根拠があって、私はこのプラカイ、反差別国際運動と、もう一つ市民外交センターという団体があるんですけれども、この2つの団体には内容証明書付きの郵便で質問状を送りました。どのような根拠でもって沖縄の人々を先住民族として、どのような立場でもって国連に報告したのか、全沖縄の出身者にちゃんと分かるように説明してほしいという内容証明の郵便を送りましたけれども、何一つ反応はなく沈黙をしております。この反差別国際運動という団体が、人権団体の、ネットワークを作っております。その中に85団体ほどあるんですけども、その中に私たち沖縄出身者が全く知らない NGO がありました。琉球都の先住民族会、誰も知りません。こんなでネットで調べても会員が5名なのか10名なのか分かりませんが、この団体の名前で国連にレポートを報告をしている日本語訳を彼らが公開していたので、それを見て確認をしました。何を言っているか、もう驚く内容が山のように書いております。その中でなぜ私が国連に行って彼らはまた勧告を出したのかというのが分かるような文書がありました。このような報告を書いております。日本政府は沖縄の住民が日本民族とは別の民族であると主張する人々がいることを承知をしているが、それが沖縄の人の多数意思を代表したものであることは承知してないとの見解を示しているが、私はこれは日本政府の見解はその通りだと思っております。ところが1879年の日本政府による琉球王国併合以来、日本政府によって行われてきた同化政策により琉球人としてのアイデンティティが奪われてきた結果である。それと同時に日本政府は琉球人社会に利益誘導による利害対立を持ち込み分断してきた。琉球人の中に琉球人としてのアイデンティティを持てない者や日本政府の政策に協力的な者が存在するのは、これまでの日本政府が行ってきた同化政策、利益誘導による協力者育成のための懐柔策、分断工作の結果であると、こういうようなことを書いてあるわけです。私驚きました。国連の委員の人は私の目の前で、ここよりもちっちゃなテープの前で話しました。それを彼らは、私は本当は日本人じゃなくて琉球人という先住民族なのに、自らのアイデンティティを破壊されて日本人だと勘違いして、私は日本人だと訴えてきたものだと思ったということなんです。
この問題、もし5年、10年、30年、日本政府は何度も否定しますが、そのたんび勧告を出されて、これそれでも、こんだけ勧告を出したのに、いまだに日本政府は琉球沖縄の人々を先住民族に出さないという勧告を彼らは出し続けるわけです。ウイグルを弾圧する中国のような立場と日本政府も同じようにするわけです。これを阻止するためには何をできるか。私はバカみたいな話なんですけども、来月も自腹でお金を使ってジュネーブに行って、私は日本人ですと言いに行きます。そうしないと、このような人たちが琉球人になって勝手に行くわけですよ。反差別国際運動はジュネーブにも拠点を持っておりますので、何度もいつでもジュネーブに報告できるような体制を持っているわけです。私たちはそういう後ろ盾ありませんので、自腹で家が破産するような気持ちでも、先住民族になりたいために行かないといけないわけですね。そしてもう一つは、私たちにできることは、議会で、日本の議会で、沖縄の人たちは先住民族だという採択を、意見書を提出をして、日本人同胞として、沖縄の方でも当然、41町村での意見書の採択を、運動をしております。この小金井市の皆様も、この同じ日本人として、そして犯人は都内にいますので、この人たちの悪さを止めるために、ぜひ、私が自身が琉球人ではなく、日本人と思うのであるならば、ぜひ意見書を採択をしていただきたいと思います。これには、自民、革新、保守、関係なく、日本国民になるなら、ぜひ反対できるような、政党は私はいないものだと信じております。よろしくお願いいたします。以上で陳情者の発言を終了いたします。以上で総務委員会協議会を終了いたします。再開いたします。休憩前に引き続き、第陳情第16項、国連の沖縄県民は先住人民族とする勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書を議題といたします。議長から発言がありましたら、これを求めます。特にありません。取扱いについて協議したいと思うんですけれども、いかがいたしましょうか。はい、加谷さん。あと計測が計測を求めたいと思いますが、その理由はですね、陳情書は、先住民族についてさまざまな角度から言及していますが、陳情や意見書という公的なもので、先住民族という政治的テーマを扱うには慎重に判断したいと思いますし、内容の事実確認などいろいろ調べたい、調べる時間が必要なので、継続としたいです。はい。まあ、興味が、昨日ね、ちょっとやった資料とかも、ちょっといただいて、皆さん見ていただいたりすることがあるとは思いますね。今、継続という、ご意見出ておりますけれども、継続で判断してよろしいですか。はい。はい、じゃあ、直談、ご意見なくということでございますので、継続で扱いたいと思います。再開いたします。お諮りいたします。本件は現時点での質疑を終了し、引き続き審査する必要があると認め、継続審査といたしたいと思います。これでご意見ありませんか。ご意見なしとなりました。また本件は継続審査と決定いたしました。今日はお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。困ったの手応えをお願いいたします。はい、まあ最初ちゃんとうまく喋れるか心配だったんですけれども、市長をはじめ、その雰囲気としてはちゃんと聞いて通じたかなっていう感触は ありました。なんで東京の私たちが扱うのという、一番持ちがちな印象、これは払拭するのに成功したかというふうに思うので。歴史的な一つというか大きな前進かなと、沖縄県以外の議会で、継続審議になって、採択にはいかないんですけども、継続審議というふうになったんですけども、それはそれで、大成功かなと思っております。事実確認しないといけないのがこの問題山のようにあるので、いきなり賛成反対とっても何が本当で何が嘘なのかという確認作業がどうしても必要なので、次の議会までに、どこの議員か仲良くなって、そういった説明資料をどんどん提示して採択の方に持ち込みたいと思います。ありがとうございました。半分提案じゃん。全国でも今後どんどん同じ、市議会、市町村議員、議会に、話を同様の提案をしていくということで、もう陳情書は全部送っておりますので、反応のまた、清瀬市ですとか、そういった
まあ、まあ、地方もあるんですけども、まあ、喋る機会がありますので、はい、まあ、同じような方向に持っていって、どっか一つが採択すれば、じゃあ俺たちもやっていいかなという機会が増えてきますので、最初が肝心だと思っております。はい、はい、点突破皆さん応援お願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。